今回紹介するのは福井県福井市フェニックス通りにある越前おろしそば丸千です。そば好きな私ですが、今回はそば屋さんで食べる美味しい中華そばの紹介です。オープン11時に来たら、店内は不思議な活気にあふれていました。何かと見ると、厨房は活気に満ちあふれています。おばちゃんに聞いたら出前の注文で大忙しなんですとのこと。丸千甲春セットを注文。メンマにかまぼこ、わかめに卵、小さなチャーシューが入った昔ながらの中華そば。まずはスープから一口いただきます。麺に絡む和風だしのスープはどこか懐かしい味です。福井だけなんだろうか、蕎麦屋さんに中華そばがあるのは、福井の蕎麦屋さんに行くと中華そばがある店が多く、しかもどの店もうまい。丸千甲春セットにつくミニソースカツ丼。丸千のソースカツ丼はどの店もうまい。ソースカツ丼と和風だしの中華そばはベストコンビです。こうして食べてる間に次々とお客さんが来店してきました。中華そばにミニソースカツ丼と一皿がついて830円はリーズナブルでありがたい。
マルセンのソースカツ丼はしっとりしてて、ソースは甘め。お肉は柔らかくて美味しい。福井県のソースカツ丼の中でも上位に入る味です。蕎麦屋で食べる昔ながらの中華そばにソースカツ丼を食べに来ませんか？美味しいですよ。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。